おい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 ちょっと待って何遊んどんねん。どうも、おはるすめでハローです。いやー、8月来ました。8月といえば何でしょう。そう、僕の誕生日月です。受験生、まあ8月1日夏休みのね4分の1ぐらいが、ね、終わったと思うんですけども、まあ、8月っていうのはマジでほんまに短いんですよ。だいたいみんなそうして言ってました。夏はセミなんですよ。もう1日過ぎたら10日過ぎたと思って、過言じゃないよ。過酸化水素じゃないよ。1日の重みやべえよマジで。え、今もう過ぎてるよ。何見てんのスマホ。早く閉じなさいよ。早く閉じなさい閉じなさい閉じなさい。いや、ほんま閉じるなっていうね、まあ、いわゆる8月っていうのですね、悪魔の月と呼ばれている、まあ、8ってね、横に倒すと無限大なんで、まあ、無限に続くかと思われるんですけども、実はね、それは罠でありまして、無限の8ではなくですね、これこれなんだ、たまたまのね、8なんですよ。少年がめっちゃあれしてるんですけども、まあいいや。8月はほんまに一瞬で過ぎるから、ここでまず目標を立てようぜ。目標、8月1日今日からこの1ヶ月俺はこれをやり遂げるっていうちょっと目標をぜひねコメント欄に書いていただきたい。まあ正直30日ってねめっちゃ余裕かと思うんですけども、30日って実はねめちゃくちゃ短くって、皆さんセンター何科目受けるっつったらセンター8科目ぐらい受けますよね。普通に考えて8で割ったら何本、8×32でしょ。だからさ、普通に考えて1科目あたりもう4日とか5日ぐらいしかやる時間ないんすよ。実はやばいよなこれ。やばいっすよね。宿題やってる、宿題終わってる。えらい。マジでうまくいってる人ほどほんまにこうスランプに陥っちゃう。ちょっと、あ、俺今まで頑張ってきたからちょっとだらけてもいいやっていうような人が一番やばいんやな。そうやな。ということで、ただうまくいってる人ほどやっぱりここで集中ね切らさないように大事に大事に一日を過ごしていくのがガラ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 聞こえるんやー。楽しい。まあここらで、一致団結してですね、まあ、コメント欄になんか俺はこれを頑張るみたいな、私は小腸の呪文を数えるとか、センター8番に取れるとか、なんか問題集一周するとかでもいいんですよ。問題集一周するとかでも何でもいいんですけども、まあ、そういうねなんか目標をちょっとねここに書いて宣言してほしいなと思います。宣言するってねめっちゃ大事なんですよ。俺ねあんまり宣言しないんですよ、ね、正直、まあ、ちょっとした自分を追い込むっていうので、ぜひねここの人たちとなんか切磋琢磨して、なんか高め合ってくれればいいなって、思います。まあ一応ね僕もやっぱりね、まあ、俺が言うからには、まあ、やっぱ僕もですね目標をね言おうと思うんですけども、俺の目標は週2投稿。はい、俺はね聞いて驚け、俺花尾っていう名前なんだ。俺ヒカキンさんと友達だから。マジで？小物出ちゃった。小物サムネ撮ります。